皆さんこんにちは、合同会社 LBJ の半貝智成です。本日はですね、ワンワンがまたテーマになるんですけれども、一番最初のワンワンってどういうふうにやっていくのということをテーマにですね、お伝えしていきたいと思います。で、今日の動画ですが、こんな方におすすめですよというのは、まずワンワン実施しているという方、実施してるけれどもいまいちこううまくいってないとか、あるいは自分自身が腹落ちしてないんだよねという方、そしてこれからワンワンを実施する予定のある方で、ワンワン導入を検討している責任者の方などにおすすめの動画となっております。で、今日の動画でわかることなんですけれども、こちらですね、ワンワンの初回、これ何する必要があるの、あとワンワンの初回で作り出す状態ですね、意図ということをお伝えしていきたいなというふうに思っております。で、まずですね、その初回のワンワンで作りたい状態ということでお伝えしていきたいんですけど、メンバーがこのワンワンという機会、時間、あるいはこの仕組みに対して前向きかつ主体的な状態っていうものが作れたらいいなと。まあ主体的ってね、それこそ自分で考えて、自分で話して、そして自分で何かを決めてというような、積極的にワンワンという時間を使っている状態なんですけど、まあそこに行くまでには個人差ありますけど、まあだいぶかかる人もいるかなというふうに思います。有意義に使いたいなというような、そういう気持ち、前向きとかちょっと前のめりとかですね、こういう状態を作っていけたら、まあまずはいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、そしてここではですね、初回のワンワン4つのポイント、これを押さえていきましょうということです。で、ポイント1、目的や狙いを伝えること。そしてポイント2、リーダーの関わり方を伝える。そしてポイント3、テーマとしては何を話すのか。で、ポイント4はですね、ワンワンに何を望むかを確認するということで、これ一つ一つ押さえていきます。で、まずポイント1ですね、目的や狙いを伝えるということです。メンバーが望む、あるいは前のめりになれるような目的を伝えていくということです。組織としての目的っていろいろあると思うんですよ。リーダーとメンバーのその信頼関係を上げるとか、まあ、その結果ですね、生産性を高めるとか、働き方改革につなげるとかですね、その離職を防止するとか。でも、そういったその目的ってメンバーにとってはどうでもよかったりとか、魅力的でなかったりとかの可能性があるんですよ。で、その目的が魅力的じゃないと、いや別にそんなのやんなくてもいいっすよみたいな、その間はもう仕事してたいっすみたいな、まあそういう状態になってしまう可能性があるというわけです。だから、このワンオンワンという機会にですね、メンバーが希望を持てるような、そういう目的を提示しましょうと。で、例えばなんですけど、メンバーの成長を促進して実感できるような機会にしたらいいと思うんだよねとか、メンバーがもっとこう働きやすい状態を作っていく、そのために対話、ちゃんと理解するという機会にしていきたいんだよねとかですね、それっていいなっていうふうに思えるかっていうのは人によって違いますから、だからそういうものも対話を通じてそれを提示していけるような状態になっていくといいかなと思います。さあ、そしてポイント2なんですけれども、リーダーの関わり方を伝えるということで、よく聞くし、そのことを受け取りますよと。だから理解に努めるよ、あなたのことに関してということをやっぱり分かってもらう必要があるんですよね。そして質問するよってことです。あなたの考えを整理したり、時に気づきとか発見につなげていくために質問という関わりをしてきますよということですし、まあ時にこの力づけ、背中を押すよということもありますし、必要に応じてとか何か求められればアドバイスするようなこともあるかもしれないよというような、このワンワンリーダーとしての関わりを伝えていくと。基本的に何か教えたりとか、何か諭したりとか、とうとうと当然説教したりとか、そういう時間じゃないのねっていうことが相手に分かっていく必要があると。そしてポイント3です。ワンワンで扱うテーマを伝えるということなんですが、ですね、こちらはもうテーマは目的に沿っていれば何でもあり得るよってことなんです。だから、まあ先ほどもお伝えしましたけど、仕事のこと話してもらってもいいし、プライベートのこと話してもらってもいいし、で、今話したい、この理解してもらう必要があるっていうふうに思うことを話してもらう機会ですよと。こういったテーマですね。目標達成、ビジョン実現、そして問題や悩み事の解決、キャリア、人間関係、そして自己成長、自身の健康に関してなどなど、まあ、考えられるテーマいっぱいあるよと。その中で必要なテーマを都度都度設定して、話をしていこうと。だからまあ話しちゃいけないことってないんだなっていうことが分かっていくことが重要かなと思います。さあ、そしてポイント4ですね、ワンワンに何を望むかを聞くということですけれども、まあ、最終的にこう自分の目的を持つことで本人、ワンワンメンバーの主体性が強まっていくということです。で、こうやって聞いてたらいいです。質問の例ですが、このワンワンという場所、あるいは機会、時間というものをどんな時間にしたいかな、ワンワンでどんなこと話せたらいいかな、リーダー、私と何を共有する必要があるかな、
私とどんな関係を築けたら、働きやすくなるかなとか、そういったその相手に望むことっていうのを聞いていくといいです。で、その時出てこないかもしれないですけど、じゃあ次までにちょっと考えてきてみてよというふうに言うとですね、それなりのこう目的を自分で考えてくるってことにもつながってきます。で、初回のワンワンこんなことしたらいいよということでお伝えしてきたんですが、正しいやり方とか流れは別にないので、ただこれは押さえておきたいなっていう4つのポイントを今日はお伝えしたということです。さあでは本日の動画ですね、これにて終了していきますが、またチャンネル登録、高評価ボタンいただけると嬉しいです。で、ご質問とかご意見についてはコメント欄にお願いいたします。ワンワンの動画たくさん出してますので、ぜひご覧ください。では、本日はこの辺で。皆さんご視聴どうもありがとうございました。